ヒーラーネーム、クロちゃんさんからです。ありがとうございます。まほちまふりんぱーまふりんぱー。えー、まほちは、まほの勉強部屋というコーナーで勉強をしていますが、私たちヒーラーにまほちから勉強した方がいいことはありますか見た方がいいアニメや、音楽や、ファッションなど。ほうそれはね、すごいね、なんか、嬉しい質問、質問というか、嬉しい、うーんー、なんていうのお尋ねんんん うん。なんですけど、私は、すごく音楽の視野が広い、みたいで、結構、その、うちのバンドメンバー、友野さんとひかりさんは、年が離れてる、まあ、10離れてるんですよ。10、まあ、10以上離れてるんですよ。友野さんとか特に。なんだけど、こないだね、仙台からの帰りの車で、音楽かけて、私、知らないみたいなの、あんまなかったの。 だから結構、守備範囲が広いのね。うんだから、その、あんまり良くなく思う人もいるかもしれないけど、その、なんていうの、例えば、ビジュアル系も聞くし、ガリガリ、ゴリゴリのロック系も、だからね、聞くし、あの、いい歌だっちゃジャニーズだって聞くし、韓流だって聞くし、クラシックも聞くし、 クラブミュージックも聴くし、DJ されてるもミックス、リミックスも聴くし、J-POP も聴くし、洋楽も聴くし、うん。何でも聴くんだよね。だから、みんなにもいろんな音楽を聴いて、なんていうのこういう気分の時はこういう音楽っていうのを作ると、すごく、なんていうの幸せな気分になれる時がたくさんあるよって、 私は思う。私はそういう風に音楽にしてもらってきたから、私はみんなにそうな、そうなってほしいとい幸せな気持ちをたくさん思、も、思ってほしいから、そういうきっかけがあるんだったら音楽でそうなってほしいなって思います。だからなんか音楽とか。うん。おしゃれもするのもすごい楽しいからね、おしゃれも。うん。 なんか勉強っていうのか違うかもしんないけど、いろんなお洋服屋さんもあって、店員さんとお話ししたりするのとかもすごい楽しいと思うし、いろんなことやってみるのが楽しいんじゃないかなって思いますようんうん。まあ、そんな感じです。<laughs> ということ。